4月の20日のライブ配信終了後です。寝ちゃった。もう眠くて眠くてあかんね。眠うて眠うて寝てしまいました。ここで、はい、ボサボサじゃない、大丈夫、眠い、まだ眠いまだ眠い、まだ眠いよ、眠いよ。でもあれだね、寝起きでなんてさ、寝起きでなんて撮ったらさ、前はさ、声が出ないとか言ってたのに、これぐらい出る。寝起きでもこれぐらいに声が出る。だいぶいいんじゃないですか、声。なんでいいんだろうね。で、やることはやってる。やることはやってる。保湿したりとか。ただ寝るときに、こうやって寝るときにマスクすんのは忘れちゃう。コテって寝た時にあーみたいなそう、それを忘れてしまうんですけど、なんだろう、前はだってあ常に続けてるからかな、やることを。そういうこと、前にやることやっててもひどくなってるから聞かなかったってことかな、そういうことかな。まあな、何にせよ良かったですね何にせよ声が良くなって良かったです。はい、おはようございます。私は一番くじを見つけました。なんと久々に、ようやく、めちゃくちゃ久々、今まで本当にね、一番くじという一番くじに本当にね出会えなくてね、クソカノゲこの野郎かって思ってたんだけど、ようやく久々に私出会えた、ワンピース、ワンピースの一番くじでございますね。はい、何の一番くじって言われたら怖い、わかんないんだけどさ何の一番くじなんだろうか、ワンピースのワンピース、やっと見つけたの、ファミリーマートでワンピース一番くじ。もう出会えないからもうね、考えることやめてたの本当に。そう、ジョジョが考えることをやめたレベルの話が本当に、そう、これ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 、新たな夜明け、これですね、これこれこれ、この一番くじをね、これはどうやって見るの、これはどうやって詳細見るんだろうね、思いだけだ。このね、別にね、これは別に欲しくなかったんだよね、別にこれ。これ別に、これ別に、これ A 賞なんだけど、別にこれはいらないかななんて思って。これ A 賞じゃないや。A 賞桃之助だった。A 賞桃之助ですね。はい。A 賞桃之助。これも別に、いらないかななんて。どっちかって言ったらヤマトの方が欲しいななんて思って。ヤマトの方が欲しいなって思ってて。これも別にそんないらないかなーなんて思ってじゃあなんでやったんだっていうねプレートが欲しかったですね。そう、プレートが欲しかった。皿はね、私何枚やっても、お皿は何枚やってもね、いいタイプなので、はい、そうでやったんです私。じゃあ何が当たったか、じゃあ何が当たったかと言いますとですね、私はですね、こちらでございますね。こちら、じゃじゃーん。じゃん。G 賞です。はい。一回だけやりました。一回だけやりました。こちら G 賞のですね、タオルが当たりました。タオルが。かわいいのよ、このタオル。G 賞にたくさんの、1、2、3、4、5、6。12種類あんのかな。そう、12種類あって、これにしたの。そう、その中でこれにしたの。ダン。かわいい。かわいい。すごいかわいい、ゾロとチョッパー。ゾロチョッパーのこと好きなんだよね。合ってるよね。ゾロが、例えば、サンジがぽよよんって考えた時とかは、
ナミとかなんかロビンとかが周りにいるんだけど、ゾロがポヨヨンって何かを考えた時はチョッパーがそばにいるっていうねそういう話があったと思うんだよな。そうそう、なんかチョッパーにすげーとか言われてんのがゾロが好きみたいな、そういうなんか話があった気がするんだよね。確かあった気がする。ゾロチョッパーが好き。なんかそういう話もあるよねみたいなことだよね。だからそう、絶対そうとかじゃなくて、なんかそういう話があるよねみたいな、そういうレベルね。確かそうだった気がするんだよな。なんか仲いいよねみたいな、仲いいよねみたいなさ、そうっていう話があった気がするそう、かわいいよな、かわいいよな、いいよな、ゾロかわいいよな。こうね、いろいろあったんですよ、12種類。この中でどれにしますって言われて、一枚一枚見てる時間もないし、ゆっくりねえないじゃん、レジでさ。悩んだっちゃ悩んだのよ。私が悩んだのはこれ私が悩んだのはこれか、これか、これか、あれどれだ、これだね、これで悩んだんだけど、いやー、やっぱこれかなとそう、一番ニヤニヤするのどれだろうって思った時にこれだったんだよね。そう、かわいいなって、ニヤつくのはどれかなってレジのとこで考えた時に、いや、これだと思って、そう、これにしました。ただね、このねタオルはね、使うもんじゃないですね。そう、うん、飾るものです、これは。はい、皆さん、よく覚えておいてください。このタオル、この一番くじのタオルは使うものです。うん。違う。飾るものです。多分、プリントしやすいんだな、じゃないかなと思う。この生地。うん。前にね、なんか汚れてる。出したばっかなのに、私がなんか汚れてたのかな、うん、私が汚れてるのかな、なんかすごい汚れてる、私の服が汚れてたのかな、そういうことにしよう。っていうか、そうだよね、きっとね、こんなん汚れるわけないよね、こんなん汚れるわけないよね、私が汚さなきゃね。これを前に、あの、なんかおでんのやつ、ほおずきおでん、どっち？ほおずきおでんのやつを、どう？買ったっていうか、一番、全然見えねえ。一番くじで当たったんですけど、ただ、使いにくい。お風呂場でね、顔をね、拭いたりね、手を拭いたりするのにいいかなと思ってね、かけてたんだけどね、まあ、水を吸収しない。うん。だからね、おでんさんのやつはね、ちょっとね、そう。おでんさんのタオルを前に手に入れたけど、おでんさんのやつはちょっとね、使いにくいというか、吸収しないというか、あの、微妙だったので、いや、これはね、こうやって飾るものです。はい、飾ってください。皆様知ってると思うけど知ってますと思うけどね、そう、そうしてくださいそうしてください。いや、久々にでもね、一番くじできてよかった。一番くじできてよかったでございます。本当に。そう、光月おでんのタオル。
これ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 160円で売ってますね。160円で駿河屋で160円で売ってる白光月おでんのやつ160これね吸収しないのよ本当にね、吸収しないの。でも絶対吸収するよってやるより、本当に何回も言うけどプリントしやすいんだと思う。多分プリントが綺麗なんだと思う。では、配信終了後にスーパーチャットくださった方にね、お礼させていただきますので、ね、皆さん、お名前呼ばせてくださいまし、ありがとうございます。どこだ？タコさん、一番おめでとうございます。おめでとうございます。そして、モフちゃん、そして、白玉子ちゃん。そして、いいんだよね。モフちゃんじゃない。ちょっと、タコさんがおめでとうでしょ。それで、白玉子ちゃん、タコさん、ルアクさん。そして、ふみ兄ちゃん、モフちゃん、白玉子ちゃん。ということで、ブービショー、白玉子ちゃんでございましたので、前夜祭が、かけろうちゃん、前夜祭がかけろうちゃん、後夜祭がタコさん、ブービショーがモフちゃんでございますね。おめでとうございます。おめでとう。そして、チェキ取るのが秋山さんと白玉子ちゃんのモフちゃんと、上田さんとベイちゃんとルアクさん。秋山さん、白玉子ちゃん、モフちゃん、上田さん、ベイちゃん、ルアクさん、6人。寝起きで取ります。はい。寝起きで取ります。ありがとうございますね。よろしくお願いいたします。あ、昨日、前回言ってた、チェキのね、ポイントないけど交換って書いてた方はね、ちゃんと理解してくれたようでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします。そう、見てるってことだよね。だからね、全部見て聞いてくれてるってことだよ。だからそうだよ、そうだよ。見てなくてね、ずっとね言っている方もいらっしゃるけど、その人はちゃんと見てた。よかったよかったよかった、ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫で、マイティさんと犬ひげにお絵描きというか、アイコン描かなきゃいけないんですけれども、まだ全然描けてません。はい、アイコンを私に頼んでくれる方は、頑張って書きます。本当にね、真剣に書くけど、時間は長くなることをね、ご了承ください。はい。すいません。ごめんなさい。本当にね、申し訳ない。では、皆様、本日もありがとうございました。ではね、皆さんね、今日月曜日？これ流れの月曜日なのかな？もうわかんないね。チャンネル、バイバイ。10、5、4、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、バイバイ、みんな、ありがとうございました。